こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は音楽とトレーニングについてお話したいと思います。動画の概要欄にはBレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報なども載っておりますので、一度概要欄をご確認ください。皆さん普段音楽というのを聞いておりますでしょうか？例えばですね、激しいロックとかメタルとかテンポのいい音楽を聴くと、気分が上がったりとかですね、リラックスできるゆっくりしたテンポの曲を聴くと、気分がゆっくりして体休めれたりするのではないでしょうか。私も結構激しい音楽が好きで、特にトレーニング中などは、テンポの良い、ハードロック、メタルとかを聴きながらトレーニングすることが多いんですけど、今日はトレーニングにおける、音楽の効果ですね、音楽との付き合い方についてお話したいと思います。私はトレーニングをするときには、ちょっと気分を高めたい、やる気を出したいというところでテンポの良い音楽を聴くようにしてます。特に激しい音楽を聴くことが多いんですけど、特に高重量のトレーニングですね、重い重量でセットを組むときとか、またはマックスに近い重量の重りをこなすとき、そういうトレーニングを行うときは激しいハードロック、メタルの曲をかけます。音楽のテンポっていうのは BPM といって、ビートスパーミニッツという言い方があるんですけど、1分間にどのぐらいのビートを刻むかですね、テンポがトン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 なのか、トン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 と速いテンポで、音楽が流れるかっていうところになるんですけど、気分を上げたい、やる気をこう高めたいという時は少し早めのテンポですねを聞くことが多いです。動画の再生のアプリによってはですね、テンポを早めにすることができるので、通常の再生速度よりも、少し早めのテンポで音楽をかけることがあります。で、これ耳にはあんまり良くないんですけど、僕の場合はマックスこなす時はもう大音量で早いテンポで音楽をかけて、もう気分をガーッと高めて、そうすることで重量を持つことの恐怖感とかですね、不安感とかも結構消えたりするので、とにかく重い重量を持つ時は激しい音楽で早いテンポの音楽をかけることが多いです。音楽あるとないとではやっぱりこなせる重量とかね、回数にも差が出るような感覚があります。特にね、とっておきの曲っていうのがあって、マックスをこなす時はもう大体この曲かこの曲っていうね、自分をこうすごい気分を高めてくれる音楽っていうのを決めてる場合もあります。もう一つポイントがあるのは洋楽か邦楽かっていうところなんですけど、僕はあえて邦楽はテンション上げたい時にはあまり聴かないようにしてます。洋楽の曲を聴くようにします。なぜかというと、曲の意味がですね、トレーニング中テンション上げたい時の自分の頭に入ってきてしまって、少し集中力が下がってしまうっていうのもあるので、洋楽がかかってくると僕英語あんまり分かんないんで、呪文を唱えられてるような感じなんで、全然歌詞が分からないから逆にですね、曲のリズムとか高いテンションに集中できるっていうところもあるので、洋楽をかけるようにしているのももう一つのポイントかもしれません。最近はですね、 EDM とかもあるとは思うので、そういうのは歌詞がなくても全然こうテンションを高めてくれる音楽の種類だとも思うので、英語が分かっちゃう人もですね、そういうチョイスをしても意味を考えすぎずに、気分を上げてくれるっていう、トレーニングができるかもしれません。じゃあ常にですね、トレーニング中に音楽を聴いているかっていうと、実はそうじゃないトレーニングの種類の時もありまして、私はパワーリフターなので各部位に意識を向けてトレーニングするわけではないので、例えばベンチプレスだと大胸筋に負荷をできるだけ乗せて行うっていう、聞かせる意識のトレーニングを行うのはそんなに普段やってたわけでもないし得意ではありません。なので気分がね、高まりすぎると聞かせるトレーニングをちょっと行いたい時には、逆にテンションが上がりすぎて筋肉に対してね、意識を向けるっていう感覚がどうしても鈍くなってしまう感覚があるので、聞かせるトレーニングをする時はもう無音でトレーニングする場合もあります。例えばベンチプレス高重量をやる時はガンガン音楽をかけると、激しい音楽をガンガン聴いて興奮しながら上げると、聞かせるトレーニングするときはもうイヤホン外して音楽切って、下ろすときにしっかり大胸筋に負荷が乗ってるかを確認しながら、体の感覚と向き合いながらトレーニングを行うというやり方をとっております。この辺はね、好みだとは思うんですけど、僕の場合は聞かせるトレーニングの時はあえて音楽を聞かないようにするっていう工夫もしております。トレーニング中のね、音楽の
活用法とかあえて効かないタイミングについてお話ししたんですが、これはまあトレーニング中だけじゃなくてですね、トレーニング前後にも音楽と上手に付き合えばいいかなと僕個人としては思ってます。トレーニング始まってね、いきなりこう気分がガーッと高まっているよりもですね、トレーニングに気持ちが向かないとかね、やる気が上がらないっていうのもやっぱトレーニング行かないきっかけになってたりするとは思うので、トレーニング行くと決めたらもうすでにアップテンポの曲をある程度大きい音量でかけて、トレーニングに行きやすい体の状態にする、テンションが高い状態にするという意味で、今日しんどいからやめようかなっていう選択肢をですね、選ばない可能性も高くなるし、例えば車でね激しい音楽をかけてたら、運転中にすでにこうトレーニング行くのがもう楽しみでワクワクで、もう早くおもりこなしたいぜっていうようなねテンションになってくるとは思いますので、こうやる気を高めるという意味でもですね、トレーニング前に激しい音楽をかけるのは僕は結構好きだなと思ってます。次にですね、やっぱりテンション上がり続けるとですね、疲労が溜まっちゃうので、クールダウンにねリラックスできる音楽を聴くっていうのも良いかと思ってます。例えばですね、夜中遅くにですね仕事が終わってトレーニングする場合はですね、ずっとテンション高いまま上がりっぱなしだと、家に帰っても興奮して寝れないとかもあるとは思うので、トレーニング一旦終わってクールダウンのストレッチとかウォーキングするときは、少しこうスローテンポなリラックスできる曲とかですね、バラードの曲とかですね、聴きながらちょっとリラックスするというのも良いかと思います。体を休めるオフビとかも、今日はゆっくりした方がいいかなと感じるときは、お気に入りのバラードとかね、ゆっくりした曲を聴いてリラックスさせる、体をしっかり休めて、でトレーニングするときに万全の状態でトレーニングできるように気分をしっかり落ち着かせるというところも音楽を使って行うと、モードが切り替わりやすいというかね、そういう状態になると思うのでおすすめかと思います。音楽を上手に活用するとですね、トレーニングと上手に付き合えるようになる道具の一個だと思いますので、ぜひ普段のトレーニングに音楽どう使えるかなっていうのも考えてみても良いかもしれません。もしトレーニング中とかですね、気分が上がる音楽、こういうのがあるよっていうのをおすすめの音楽とか、これ一番テンション上がるよっていう音楽あれば、ぜひコメントいただきたいと思います。それでは参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄をチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。